今で差し上げちゃう。いやいやいや、たまにはちゃんとやりましょうよ。いつもちゃんとやってるじゃないですか。あ、そう。今日は番外編ですから。今日は番外編でございます。あの寝返りテレビ始まりました。イエーイ。いやあのいつもと違ってね、はい、今日はあの本人で喋らせてもらおうかなと、はい、そうです、うんうん、ね、はい、いつもは、場所が、プラセボっていう、はい、みそのっていうビルの中にあるバーをちょっと借りて、はい、はいはいはい、撮影してるんですけど、ちょっと今日それが無理だったんで、はい、そんなことまで言っちゃうで、はいはい、ちょっと今日は、我が家にようこそ、はい、感じで、いいんですか、そんな言って、はい、いいですよ、宮古島です、言うな言うなそんな今話題の個人情報をひけらかしてる、ね、大阪のゴッサムシティって言われてる宮古島今ね、巷ではもうテレビを賑わせる宮古島ですよ、宮古島です、うん、そうびっくりしたね、そうそう、血まみれの人がコンビニに入ってくる宮古島です、怖いよすぐそば、すぐそば、怖い怖い、もうそれ以上言わないで、あ、ね、でもあの寝返りテレビの初期の時は、うん、ここを使わせやらせていただいてましたよね、そう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 、そう、そう、そう、懐かしい感じですね、うん、ねえ、でもこうなんやろね、寝返りテレビの最近から見始めた人にとったら、はい、残っちゃよく分かってないじゃないかなと、はい、そうですね、あれはどういうことやねんっていう話もなんか若干説明いるんちゃうかな、なるほどなるほど、今日いい機会ですよね、番外編で本人ということなんで、そういうのから俊郎さんが説明してくださって、そうそうそう、マジで、ありがたい、そうや、まずさちょっと自己紹介とかした方がいいんじゃないの、もうシャハラモンです、あ、はい、宮ヶ崎です、山俊郎です、うん、願3人そう、相変わらず相変わらずやねん、あの寝返りテレビをこの3人が、はい、もうだいぶ前からやらせていただいてて、うん、でもそもそものこの3人の集まった始まりというかきっかけっていうのが、この寝返りテレビが、はいはい、あの始まる前に、はい、界隈、あ、界隈ね、はい、あれがきっかけやね、そもそも、ね、そうですね、あの街中をただフラフラするっていう、劇場の近くをね、一応ね、そうですね、分かってましたよ、劇場の近くに何があるかとかいうのをと探検しに行く、そうそうそう、でそれも配信させていただいてて、そうそうそう、でそれ僕らがやってて、うん、スタッフさんも、はい、あのいらっしゃって、今日もね、いてくださったんですけど、で、それがじゃあちょっとあの定期的に部屋の中でやってみようよみたいなんで、うん、寝返りテレビが始まったんですよね、まあいいか、まあまあまあ、ね、大枠そんな感じ、はいはいはい、で出かけないで中でやってみましょうよっていうのが寝返りテレビで、だって界隈はあれはもう編集が大変ですよ、そうそう、あれ何時間もね、そう、何時間というかもうほぼ1日かかってんのを編集するという作業がかなりの、うんうん、でもかなり待たせすぎなところもある、うんうん、あれ結構見てくれてる人がいるのよ、ね、単純にあの編集、撮影編集の竹信というやつがいるんですよ、ね、あの今も迎えにいるんですよ、あ、こちら画面の向こうにね、そうそうそう、 大先生よなりで お忙しいらしい、そうそう、最近大先生らしいね、なるほどなるほど、それで、編集が滞りだし、なるほど、結局あの界隈撮れども撮れども撮影、放送できないっていう状態になったんで、できない、ここは3人でちょっと一応やっとこうっていう感じで、もっと気軽にできたらいいよねっていうのでね、どうもそうそう、ウェブカメラっていうのがあったら気軽にできるらしいぞっていう話になったんで、それぐらいできるんじゃないかって始めたのが確かそうなんです、そうですね、はい、でそのチャーハン君のお家でやらせてもらってて、そうです、そうです、うん、でそれからあのちょっとほんまにかちょっと趣を変えて、うん、プラセボ、ね、そう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 、プラセボをちょっと借りれるぞっていう話になったんで、じゃあせっかくだから、うん、プラセボっていうちょっとおしゃれなバーなんで、バーでね、設定を決めて、はいはいはい、エチュードっていうんですか、アドリブっていうんですか、はいはい、そういうのを交えてやったらいいんじゃないかっていうことに、あれ毎回ガチやもん ね、はい、何の打ち合わせもなくね、でもさあれさ最近も見てくれてる人がさ、うんうん、
パッと見たら別に設定とか関係ないみたいな思ってへんじゃん。あれ、あそこで喋ってるわみたいな。そうやね、そうやね、そうやね、それもいかないと思うんですよ。だからこそここで、ここで言うわけですよ。はいはい、なるほどなるほど。あれはあれ実はちゃんとあるんですよ、設定が。設定あるんですよ、名前もね、役名があるんですけど、もうグダグダになりますもん、最近ね。最近グダグダちゃう、本名を言ってるもんね、春郎さんとかこの人一番多いやん。もうほんま、美賀久田さん、さきやまさん、ふくぶく、なんで自分の名前ずっと出てけへんかな。福袋さんという設定があって、それぞれの職業みたいなもんなんとなくあってやってるんですけど、もうでも世間話してるからあんまりね。で一応もうその3人ともそれぞれ仕事を持ってて、はいはいはい、仕事終わりでフラッと味噌のビルのそのお店に寄って、会社帰りに3人がうだうだと飲み話するっていうのだけが決まってるんですね。あとはもうガチなんで、何の話に流れるかっていうのは全くノープランですよね。ですよね。だからうだうだ話なんかも僕ら3人集まってするのと、うん、あの設定でもするのと変わらない。そんな変わんない。ね、そんな変わらない。そんな変わらない。赤かって赤かやかんやけ、うん、言う話はねえけど。けど前回はひどすぎたよね。ですよ。あなた。俺？あなたもね。これどうしたの？最近お眠りキャラですよね。もうどうしたの？もうひよこひよこって言われてたの。ひよこ？え、もうそれ自体を忘れてんの。もひよこって何？オールで。あ、そうそうそう、本番終わりのオールで。そうそう、悪い、全然寝てないと。うん、ひよこって何だっけ。目がひよこや。全然目開いてへんわ言うて。なるほどなるほど、言ってた言ってた、うん、あれでもね、あの友人の劇作家の桂正樹子っていう人が、はいはい、あの、はい、知らんと思う、知らんと思うけど知ってますよ。あの知らん赤の他人やと思うけどさ知ってるけどさ知ってるわ。もうあの久しぶりにこの見たら面白かったですよ。あら、うん、え、じゃあ今日見てるのかな。見ないんじゃねえの、わかんないけど、うん、ちょっと見てよ。見てたらコメントちょうだいよ。コメント、そうや、コメントをほんでいつもね、そうです、いただいてるんですけど、うん、あの最近ちょっとね少ないじゃないですか、うん、ちょっと寂しいね。寂しいのでどんどん来てください。今日なんかもうダイレクトに反応しますから。そうそうそう、入ってきてもらったらすぐにお答えしますので、うん、ね、もうどんどん来てください。あ、もう来てる。あ、来てますか。これどこで見たらいいんだ。いや、ちょっと待って、伯爵どこで見たらいいの。言ってくれんの。伯爵は意外にテレアなんだよ。なんやねん。はい、喋っていいよ、いいよ、喋っていいですよ。あ、こんばんはですということでコメントいただいております。どちらか、伯爵いい子ね、意外に伯爵いい子ね。ロビンソンさん、ロビンソンさん、ありがとうございます。もうね、こんばんは、わ、もう常連さんでございます。もうあるね。いやいやいや、でも嬉しいよね、ああやってそのいつも寝返りテレビでやってる時も、うん、一応そのコメントいただいたら、うん、そのお店の常連客として喋りかけてもらうという体で、うん、うちらも答えるという感じで、その場にいるお客さんという体でやってるんですよね。そうそう、ただ何度か機材トラブルでガン無視したことがある。あれはひどい。ごめんなさい、ごめんなさい、それはもうごめんなさい。そっから滞ってた。そうそう、で最近よ、うん、で最近妙に画質が良くなったと思いませんかって話なんです。そうなのよね。そうよ、これはもう本当に言ってあげて。あの前はですね、僕らの3人とプラセボのマスターと4人でやって、うん、プラセボのマスターが撮ってくれてたんですけど、うん、なんとなんとその界隈の撮影スタッフが参加してくれるようになりまして、うん、もうありがとうございます。もうガチっすよ、ガチ。ほんまね、オープニングも立派だね。立派なんかできました。立派なエンディングもつけてもうて、うん、これでもさ、あのまた言うても竹信先生そんなにお声張らんだって多分ね。え、何マイクは拾ってくれる。あ、そうかそうか。それあのちょっとね、あの人んち劇場張りの声出してやられたらごめんごめんごめん。マイクどこにあるんだよ。前あ、ここにあるのか。そうそう、これでもあれちゃうの、竹信さんの春な思いだ、この人ら、ほんまに春な思いだろ。不安やねん。そうや、せーねん、どこ帰るのちゃうかみたいな。不安だ、不安だ。ちょっとね、カメラも今日遠いからちょっと飛ばしていきがちになるから。そうそうそう、あの竹信先生がこれ撮ってくれてるじゃないですか。そうそうそう、今はね、お忙しい竹信先生、お忙しい、その界隈みたいにこれ配信が滞ったりすることないやろね、大丈夫なの。
あ、これも今生で流れてますから。あ、でそのアーカイブがさ、いつまでたっても残らないということだ。それがあの編集なしですから。そうそうそう、そのままダイレクトにもノーカット版で。そうそう、なるほど。じゃあもう竹の子さんの手を煩わすことはない。まあ多少いろいろやってくれてるの、それがあのうわちゃんとやってくれるのかな。カネコマパパパパパかけてくれてると思います。ほんまもうそれもやるときはやる、やるときやる。もう帰るわよ。もうなんか2、3本あれちゃうの溜まってるみたいな。お蔵入りしてんのあれね。お蔵入りしてあれよう言われんのよ。帰るわ最近やらない。そうやねん、うちも言われんねん。俺に言われてもしゃれないけど。何が俺に言うてん。そう言われんねん、言わへんねん。これ別カメラに向かって言ってるわけじゃないんですよ。カメラ向こうに向かって言ってるんですよ。人に今言ってるんですよ。そうです。だから見てる人はあなたを責めてるんじゃないですか。そうそうそう、向こうの人を責めてるんですよ。そうです、そうです。そうなんですね。あの新しいのはないのかっていう、うわえるよ、うわえるよ、あれ以来もやらないのかっていうのもね、うん、あれ結構見てくれてるんだよね、うん、そうそうそう、うん、あれもね楽しかったもんね。楽かった。そうそうそう、うん、またそこもやりたいですね。新しい劇場も結構できてる。る世界観とか俺行ってないじゃないですか。あ、行ってない。あーアート館とかも行ってないでしょ。大阪港、うん、アート館ね。アート館とか見てないでしょ。ほんまや、天王寺やばいね。なんやろ、怖いな。もう天王寺の撮影とか怖いわ。怖いな。ちゃうねん、あのまだ都会が大丈夫か。あのディープなとこ行こうとするやん。そうやん、怖い。前回一番キンキンがもうアホみたいにディープやってやん。どこやったっけ、門真とかやろ。新海地やろ。あ、新海地、新海地もそうやし、あの堂山小劇場の時も、あれでも初期やで、まあまあ、あでもだいぶあのカットはされてるけど、カットされたとこのディープなとこもいっぱいあったやん。放送されへん、切り込んでいってな、逃げてきたなんだ。こういう状態のとこだから、もうなくなったから言うていいんやろうけど、堂山小劇場自体がだから風俗街の中にあったからね。ああ、ねえ、このビルに風俗街とかっ、ね、あれってはったから、ね、あれなくなったもん。うん、今やってはった。あ、そうなんや。なかなかディープなエリアでしたね、あそこもね。深海地の人もなんかずっと後ろからずっと見れるから、ね、そうそうそう、怖かったもんね。なんとかヒヤッてする怖い思いはしましたな。こっちはもう笑顔でやってるつもりやけどね。商店街言うてもあそこで物買われへんわ。怖いわ思ってた。すごいね、俺そこまでディスれないわ。ディスってないじゃないですか。深海地ディスですよ、それ。でも俺深海地近所住んでたことあるんですよ。近所じゃないですけど、深海地から出て神戸電鉄っていう電車で乗って、うん、北スズランダイっていうとこ住んでたんで、うん、毎日そこ通ってたんですよ、うん、まあ、駅の中継地点ですけどね、うん、その神戸電鉄で痴漢にあったことがあって、うん、2回くらいあるんですけど。アホや、まあまあディープな電車なのよ、あれ。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、でも痴漢って何なんですか。時間に合うんですよ、もうすごいの。やっぱりあのベッドタウンだから、そのどんな人に痴漢に合うの。それはもうすごいおじさんですよ。顔は見てるの。もちろんじゃないですか、ここにおんにゃから。俺は今このおじさんに触られているっていう状態やったの。いるわ。ちょっと待って、おじさんなん。おじさんやん。なうやん、ツイッターがあったらなうぐらい。なうって今は違いますね。痴漢されてるなう、うん、まあ二十歳ぐらいの時やけどね。二十歳の時、満員電車とか。満員電車、そのね、あの神戸電鉄っていうのはもう本当にその山の上から下まで行くそれしかないの、うん、だからすっごいみんな乗ってくるわけよ、うん、もう本当東京の、あの山手線並みのなんていうの、ぎゅうぎゅうなんですよ。前のおっさんおじさまが何回言うね、うん。おじいさまな。でもなんかほら、痛いけな二十歳の少年はそんなことが起こるって分かってないじゃないですか、うんうん、おっさんに何をどうされるわけ。なんかだから手が、ま、前やからさ、まあしゃあないんかなって。前かいね、後ろかいね。前やん。うわ、前かいな。じゃあ前っていうことは顔がこう突き合わしてる状態やんね。向こうだから横向いとるわね。だから、こういうこと。そう、そういうことやな。そういうことや。さきやんが、ほんならもう、シュッてした顔でずっとこう、もぞもぞされてる。そうやな。ほんで、そのうち赤くなってきょんにゃんか。な、その人は、ね、赤くなってきて、洗い気が悪くなってきて。ほんで、初めて俺も。それ全部見てんの。まあ、見てるっていうか、まあ、ちょっとこうチラチラね、うん。お前何してくれてんねんって。いやいや、そんな、だって怖いから、そんな若い。こうはせえへんの、こうは。してるっていうか、もうほんまに動かれへんやんかって、映画、うん、あの、救急やから。
で避けることもできる。そうそうそう、でもほんま体も動かないぐらいなんやけど、うん、当たってるから、まあでも万円やからしゃあないかって初め思ってたんやんか、うん、ほんなら鼻息荒くなってくるし顔も赤くなってくるから、うん、でもともとちょっとこう手首動かしてきおるから、うん、あこれはまずいかもなと思って、うん、でまあさっきやんが近いとするやん、ほんなら俺はこうなっとるわけやんか、ほんなこの手がなんかもともとする、まあ、そこまではいてんやん、なんか、うん、この辺でこうめっちゃリアルやん。そうかそうか、そんなこんなんはできませんね、うん、当たるグリグリされてる感じ。まあそこまでもないよ、かすかにやね、グリーンたまたま当たっただけじゃないかって言える感じ、まあ、ぐらいもうそのぐらい混んでるから、うん、で俺もそう思ってたから、うん、もうでもなんか鼻息荒なってくるし俺はすまずいなと思って、まあ俺もその自分の股間の前にはね、うん、その手があるやん、うん、ここあるやん、うん、でそこに俺の自分の手をこう挟んだわけよ。あ、ガードしたわけ、ガードしたわけ、はいはいはい、ここに俺の、まあ、肉体があって、はいはい、こう低層体みたいなもんで、そう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 キュ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 ッと見えるからキュ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 ッとこう間に入れていったわけよ。もしかしたらガードしたら何を勘違いしたの、俺が大きい押したんやと思ったやろな、分からんけど、え手を握ってきよって、あこれどっちだけ押してきよったんやんか、おいおいおい、これガチでもう、お待て待て待てみたいな、これやで、これこれやで、何 V8 やんか、 V8 エンジンやんか、マッドマックス、マッドマックスよ、マッドマックスよ、ほんで、いや、あかん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 ってな、こんなんで言うてたらあんた殺されるで、あいつら本気やからな、マッドワックス、マッドワックス好きや、本気やからな、気ぃつけやあんた、いや、うちは面白い映画やと思ってます、ったけど、あまり面白かったよね、でも、まあ、いや、うちは面白い映画やと思ってます、ディスってないです、うん、あほんでほんで、わわわってやって、手どけたんやんか、うんうん、手どけたけど、また俺のあそこ解放されちゃったから、うん、どうしようみたいな、まあ、こう攻防戦やな、はいはいはい、俺の手とここあの手向こうの手の攻防戦や、うんうんうん、ほんでその時にね、たまたま急ブレーキがかかったのよ、うん、ああ電車がね、うん、怖くて俺も声出せへんから、うん、もうほんまにうんってなってたんやん、うん、急ブレーキかかってバーンと体勢崩れるやん、うん、その時にそのおっさんが満を持して、うん、チューしてきた、いやチューはせへんビビるわ、チューされてた俺ここで言われへん、いや言えるやろ、いやいやだって身をばかしたら言われへんから、いや体勢崩してって言うから、体勢崩してチューされたんだ、チューはされへんかったけど、うん、掴んできようってその時に、あ、もろにもろに、もうここやと思わんだよな、うん、まあそうか、取りあの釣り竿の代わりに持ってきよったんかもしれん、分からん、あ、そうか、体勢崩れたから、あ、危ないもんね、危なくてあそこも誰やかないけどな、我が身が大事だしな、そうそう、うん、ほんで「やっはー!」ってなって、うん、もうで着いたんやんか、もう新開地に、はいはいはい、に逃げたんや、うわーって寝て阪急乗り換えて俺はバーッと走って逃げたんやんか、阪急、うん、バーッて乗って「はあ」ってなったら走って追いかけてきよって、あ、そのおっさんが、もう俺はもうそのこれそうじゃん、それ、ああこれやな、ダミエダの丸も怖い怖い、伸びるよここ、怖い怖い、これでここ触ってきよるよ、伸びて触ってきよるよ、もう人ちゃうやん、うん、怖いわ、すごい怖かった、まあ隠れたからね、俺の背景の中で隠れたからもう通り過ぎてきよったけど、怖っ、めっさ怖かったよ。その後はもう逃れた、もう俺隠れたからもうバーって行け、ホーム走って行けたから。ターミネーター2のあの悪い人が使いやったらめちゃくちゃ怖いな、そう考えると。怖い逃げられへんよ。逃げられへんもんね。そんなもん逃げられへんよ。グワシャーショー開けるもんねあれね。グワー開けてみろ。触られるやろ。まあ、あんな鋭利なもんで触られたらもう痛いけどな。そりゃかなり。お前必死やなみたいな感じだもんね。必死もめがもう。まばたきしないんですか、怖い怖い、いやもうでもね、そんなぐらい見えましたよ、あ、そう、それぐらいディープなのよ、深海地は、わかんない、いや、あ、もう深海地実は始まった、なんで深海地近辺に残ったの、もう一人終わってるからね、うん、やっぱあの神戸電で違う人にも、うん、あの人追っかけてきたりはせんかったけど、やっぱり鼻息荒なって、あ、それも神戸、神戸、どのそのだ、神戸電鉄よ、違うおっさんやけどね、絶対、おっさんだよね、あの女性じゃないよね、
まあ分からん、そういう人もいるんかもしれないですけど、女の人の痴漢って、いや僕なんかね、あった、痴漢じゃないけど、ね、若い頃にね、なんか前に座りはっ、好き好きの電車に乗ってたのね、うん、座って、ほんなら前に女性の、僕が20代から多分年頃40ぐらいかな、僕らぐらい、うん、そうそう、のお姉さんぐらいの人がいはって、うん、こっちこうスカートをこう、うわっ、当てていかんの、え、そう、えと思って、うん、とあんなん、あんなんやられるとすぐ逃げられへんよね、一回止まって、なんかそうやね、で固まってもらえないの、逃げたりね、なんかね、声出したりできへんのよ、あーになっちゃうのよ、もうびっくりしたよ、最終的に真緑やったからね、え、何が、パンツが、え、え、あの、スカートがもう、いや、スカートは、スカート何色やったか忘れたけど、普通のスカートやって、もうそれをガーッと、スカートが上がりすぎて棒状になってる、もうここら辺まで上げてるのよ、で、真緑のパンツを見せられたんだよ、パンツを見せに来たんじゃないの、多分ね、だから俺はもう真緑を見たって言ってね、負けだったんだよ、なれやねん、どういうことよ、だからあっちはもう勝ったと思った、勝ったわ、見せたから、ね、見せたから、うんうん、それ以上は何もなく、そう、それもちょっとね、あっち見てたよ、こっちの時間もさやけど、こう正面向かへんねんね、あっち見てはった、見らへんねん、ちょっとあさって見てはった、月を見てたんじゃん、月を見てた、見えない、ま、見えない昼日やったけど、真昼の月を見てた、真昼の月を見てたんじゃん、ポエムやった、ポエムやった、それは怖かったけど、それ深海地ちゃう、深海地じゃん、あ、けど半球やったら深海地ディスりすぎもん、うっかりないですよ、ブロックマネントの、まあそういうことはあったな、深海地だったと、今こんだけ深海地の話してるやんか、うん、多分深海地のやつって放送されてない気がしてきた、あほらうまい、そうなんですよ、深海地ほんまそやな、パブックって劇場の近辺を徘徊したんですよね、僕ら、そうで、それ素材はあるんですけど、まだ編集してなくて上がってないんですけど、そこはまあまあディープなところ行ったんですよね、行った行った、うんうん、怖かったもんな、ちょっと、うん、だからなんか変な目つきのおっさんが何回かあるから、やっぱおっちゃん怖いね、おっちゃんお酒昼間から飲んでたりするあるからね、うん、そう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 、あのボート系のあるところは、あのおっちゃんマジやから、ね、あ顔がね、うん、そっか、あれまだね、お蔵入りの一つやねん、いくつぐらい溜まってんやろその深海そうなん言うたら竹さんへこみやすくらやめようよもうへこむかえれ今さやへこんでたらもうさっさと上げてるわ、深海地あ言い出したコモンカフェえコモンカフェコモンカフェ編っていうのがやってますね、で、あとヘップホール編、あーあったヘップホールあった、あっ一体誰かと思ったやんな、あれ編集しなかったっけ、まだヘップ編なんか誰かと会ったやつでしょ、水口ちゃんかな、水口ちゃんかなんかが上にいたわー言うて降りてきたやつでしょ、うんうん、あ、中に入られへんって言ってた、あ、全然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 テクイジのね、そうそうそう、そうやで、清水さん、あー、あったあった、うん、あった、あの、だから面白いね、結構溜まってるやん、ほんまや、もう、あの、タミさん、1年に1回でいいからさこれは3年持つからさ、あげてよ、ね確かに、もうそんぐらい経つよね、あれ、前回で取りに行ったのっていつやったっけ、ヘップなんかめっちゃ前やもんね、ヘップなんかもめちゃくちゃ前だよ、前回より前やもんね、コモンカフェもう一つ前やんね、確か、前回ってあんま覚えてない、コモンカフェは結構やってるけど、あれ、コロッケ食ったりしたよね、コロッケは、え、それはなかなか一本目ちゃうもん、うん、一番初めのやつやね、あ、ほんか、レコードやったやつですね、あー、せや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 、コモンカフェの近くのお店で、あのポスター映画のポスターが2階に上がって、今あのお店してる撮影禁止やねん、あ、そうなんや、うん、何があったんか知らんけど、だからめっちゃ今その編集がもし完成したらめっちゃレアな、でもそれ余計ノズだと思う、そのさわのちゃんまあけどその時はその時は OK 言われてる、え、それは放送してないんか、
してないしてない。映画のポスターいっぱい貼ってあった。あ、優しいおっさんの。うん。まや。懐かしいな。あれ確か主家主家を、うん、主家が劇場としてから。あ、キネマトロンの。キネマトロンを劇場として回ったんちゃう。うん、もう一回。あ、そうやったかも。なんかそのコモンカフェではないところでやった気がする。あのなんかほら。和柄かなんかの T シャツとかあの絵描いてくれるのもいいだよね。だけどそれは編集してるよね。あ、そうか、編集してるよ。あれ1回目テキスト書いたもん、それ。うん、そっかそっか。そうそう、中田議長は結構行ってるね。行ってる行ってる、うん、いや中田議長だってこれで覚えたもん、中田議長。あ、そうだよね。ほんと道とか春見のお好み焼き屋とかね。春見のお好み焼き屋とか、いまだにあの大将がすごくあのちょっと行っても、さっきさんちょこちょこ行ってるんだよね。あ、そうなの。あ、ほんと。あ、俺行きたいな。ゆっくりちょっと食べていきやとかって言われるけど、チラシも貼ってくれたりとかね。ほんと。フリマやったんだよ。そうそう、お祭りとかも。そう、呼べてはる、うん、あ、あったわ、あれか、うん、ちょっとやばかった時な、葉っぱ大会ですか。あったわ。あ、だからあれ言ってる人がいっぱいいて、まあそこまで言っていいかわからんけど、それを言ってよかったんかって言いましょう。俺はもう避けながら避けながら今葉っぱ大会っていう言い方をしたい。葉っぱなんか全然避けてへんやろ。そう、分かれへんやんか、葉っぱだけやったら。避けたわけやんか、そんなんもええ音ないのに。葉っぱいっぱい貼り付けた人がいっぱい踊り狂ってたりしないやんか。イエーイ、葉っぱイエーイ言うて、葉っぱやー、アダムとイブ系の緑で幸せや。あー懐かしい。あ、じゃあ結構海外撮ってるね。そうやね、6本もっと撮ってるのかな。うちら結構行って頑張って喋ってるやってるね、アクティブにこう動いてるわ。俺結構頑張って喋ってるよ、うん、そうそうそう、うん、すごいね。わ、海外懐かしいね。懐かしい、うん、長いことやっとるな。いろんなとこ行ったもんね、うん、あ、そっか、俺神戸のとこだけくらいと思ってたな。うん、だって港にも行ったでしょ。だってそれはまだカブ君の時、ね、カブ君の時ね、新幹線のやつよね。あと人の人ん家の庭に入った時もあった。あったあったあった。中崎町で人ん家の庭に入った。あ、入った入った。そうだ、なんかでもよく考えたら人ん家の庭やった。そう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 、よく考えても行くの、人ん家の庭やった。人ん家の庭に入っていいですか、はい、入っていいって言って。まあでも、ね、あのどうぞ言われたからね。いやいやね、不法侵入とかじゃないんですよ。気用してね、そう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 、言ってもだけど、よう考えたら人んちの庭やな。そうそう、入ってた入ってた。でかい石があるとかね。そう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 、うん、水出してもらって、うん、そうそうそう、それはすごかった。すごかったすごかった。いや、あとインディペンデントの近くも何回か行ってるね。行った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 。結局だからメイドカフェには入れなかったやつでしょ。入れなかった、ね、ちょっと撮影あかんって言われて。でも目のお店の前でメイドカフェの働いてる人に結構喋ったりとかね。喋って喋って喋った。しっかりしゃべったわ。しっかりしゃべった。メイドさん。あの人は辞め入りました。え、おい、うせやろ。辞め入ったの？ではないですけど。なんで、どこで辞めたのかわかんの？あのホームページが。え、あの女の子が辞めたんですか？あの女の子のホームページがあって。よくわかったね。調べてた。調べてた。すげえ。伯爵なんなん、ちょっとやばいくらいだ。いやいや。結構なくなってはる店とかもあると思うんで、そこ配信されてる。あ、そうなんだ。でも街並みというか、いろいろ変わったよね。日本橋の方もう中崎町もそうですね。あ、本当。あ。え、あの3人。なんかすごく奇跡的に一緒やった黄色のおそろの T シャツ、 あれは配信されたんやったっけ。されてます。あれはそうだよな。あの時がメイドカフェやんね。かな、奇跡的に一緒じゃなかったよ、うん、2人黄色で合わせてきたから俺が黄色合わしてない、合わしてないけど、たまるよね。そうそう、ほんで黄色の勝ったやん、勝ったよかった。ラモンズ T シャツ、ラモンズ T シャツがちょっとピチッピチってるやつ、うん、よかったよかったよ、かっこよかったですよ。あ、そうそう、だからまあ歴史がね、界隈からの歴史があって、この「寝返り TV」に来て、「寝返り TV」ももう結構やってるよね。もう最初はね、なんか手探りで、あ、じゃあ1年ぐらい、あ、寝返りテレビ自体か。そうそうそう、なんかどれなの、だってプラセロでやりだしても結構半年ぐらいやってるもんね。やってると思う、その前からやってるもんね、うん、そうですね。ねえ、なんか最初はなんかこういう感じで喋ってたけども、なんかいろいろ
手を返しなおかえみたいな感じで設定がつき、うんうん、そう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 、一人ずつ名前をつけそう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 、うん、仕事の設定をつけ、うん、そう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 、うん、今のところ磨く田さんの職業はあのちょっとずつできてきてますよ、明らかになっていてるね、うん、あの宮古島にある宮古島研磨っていう幻の会社で、ああすごい架空の会社ですけどね架空の宮古島研磨って会社であの磨く仕事をして、何かを丸くするのが大好きっていう設定です、はいはい、あの浅間さんはそのバッ、そうそう、あれも磨いたっていうことだよね、あれもあの宮古島研磨の仕事です、うん、あれは大きい仕事でした、大きい仕事でしたっていう、そうですね、四角いやつから、磨いたっていう削らへんねやっていうことね、そうそう、磨くな、磨くんです、いい長い仕事やね、そうそうそう、宮古で世界的にちょっと有名なんです、宮古島研磨ね、もうやっなんか決まった？あ、お前すごい。あ、じゃもう見えへん。舞台お疲れ様でした。私？はい、福山さん改めまして舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。ロビンソンさん。あ、ロビンソンさんありがとうございます。ありがとうございます。この前あの贋作シャラクっていうね、ちょっと幕末の舞台を3回も見に行きました。へえ。すごい。ええ人やねー。ええ人やねー。もうそれの本番元気やなそこで、だめ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 なんかね、あのなんていうかな、あの律儀、すごいいろんなところにこう顔出してくれはって、その来てくれはるからいい人とかじゃないんだけど、ね、あの本当にこまめにこういうのもやってくれはるじゃない、今もずっと見てる、見に来てくれはる、ありがたいなそうでも3回も同じものを見てもらうといろいろな見方があって、まあ、この前 3面舞台やったんですよ、うん、外がね、うん、でその後館で、うん、で席も全然違うとこから見てくれはったから、うん、このこっから見た時はこんな風で、こっから見た時はこんな風でみたいな、すごい僕らも分からんようなことを教えてもらえるから、すごい参考になりました。へえ、感想ね、そうそうそう、まあ大変やか、大変やか、あそうや、なんか言ってたもんね、ん、怪我する、うん、怪我がね、もう本当にいっぱい、これはこの前の放送しゃべってたよ、ね、うん、そう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 、うん、まあまあ楽しくアート館久しぶりやったりね、いいなぁね、アート館とか、うん、アート館ね、うん、僕はあの生瀬さんと一慶さんと漫画の色っていうのでアート館出たんですけど、うん、昔昔も、うん、15年ぐらい前です、うんうんうん、あ、それ以来、うん、それ以来、まあそこがね、もうやってなかったからね、うん、倉庫になってたんやったっけ、なんか展示場になってたんやったっけ、そうそう、僕が高校の頃とかはそれこそ金賞とアート館があるので、そうそうそう、そうだよね、うわーっていう感じでしたね、うん、OMS と OM です ね、そうか、OMS だったね、うん、あれどれが一番初めに亡くなったの、金賞が初めに亡くなったの、金賞が早めだったと思いますよね、あ、じゃあアート館金賞、違う違う違う、アート館の方が後々、後やったっけ、うん、金賞の方がさっき亡くなったよ、え、フォーラム結構残ってた、残ってたのか、多分ね、金賞とアート館の間ちゃう、金賞、フォーラム、フォーラムってあの、いやいや、いや、アート館の方が先に亡くなってると思う、フォーラム、あ、そうかね、へ、うん、とか言ってね、間違えたりしてね、ね、うん、まあ、ちょっとずつ間違えた情報を垂れ流していきましょうよ、うんうんうん、怒られる方向でいきましょうよ、ね、全然こう、しかもそれを調べようともしないからね、そうあの、あやふややけど調べたら分かると思う、うん、僕はもう全然調べんよ、終わっても調べんよ、多分ね、まあまあ、そうそうそう、うん、終わった途端みんな調べ出したりしてどうやったっけ、どうやったっけ、うん、ありがとうございます。サキさんも芝居やってたんでしょ、というわけでこうやってサキさんもとか言うとちょっとドキッとするね、こういう時にね、あかんあかんって言われるまたと思っちゃうね、え、どういうことどういうこと、いやいや今日はいいんやけど、あ、いつもね、いつもあの、うん、そうそうそう、いつも NG ワード的な感じになっちゃうからね、え、芝居アート館で、違う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 、ね、アイホールでやった、アイホールでやったってね、あの、ああ本番が、うん、あ、はいはいはい、そうそうそう、俺らの一週前やったんちゃう、そうそう、一週前で、子供向けのね、はいはいはい、うん、
もうあれもね、たいや結構大変でしたね。あの大変っていうか、あれ3人芝居やったんですか。3人芝居やってんけど、あのうちがあのもののけの役やったから、はい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 、早替えというか、あ要はあのちょっとドリフ的に志村後ろ後ろ的な感じで、あ子供ら2人が三田村君とさんの、子供ら兄弟が蔵に閉じ込められて、そこに出てくる言うたもののけの役やねんで、とっておしもなくいろんなとこから出てくるっていうのがね、はい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 、のっけがね、おひなさんやってん。おひなさんのお化けってこと。あのひな祭りのおひなさんがやっぱり、わー、はいはい、はい、あの格好やおひなさんが動き出す的な感じ。あのね、最初はおひなさんの人形があって、うん、人形がなくなったって言って、うん、で2人でなんか喋っとったら急にガタンってなって、うん、こう柳ゴールがバーンって開いたら、そっから出てくんやん、おーヤホンって、うん、でもね、十二人の気持ちを見て、あの頭もこんなのし袋の前みたいなのがここでついてて、センスも結構でかくて、うん、で裾も長いんだ。でも本格的な衣装なんだ。まあまあ見た目がね、もう、まあ、おひなさんって分かるような感じやってんけど、もうね、舞台の、うん、下のこんだけのこう匍匐前進してこうやって行かなかった。その衣装で、その衣装で、ほんであのウェンディがね、あの衣装を担当してくれてんけど、もうカラフルですごいか、あの豪華なすごい 見栄えのする衣装やねんけど、もうあのとにかくもののけが子供にキャッチーであるように、はいはいはい、衣装もすごいこだわってるねんけど、その匍匐前進の時がもう下こう覗いたらさ、いろんなところに当たり前やけどさ、障害物がいっぱいあるんだから、こう行ってこう行って、ほんで頭もこうなるからさ、もうなんかね、スパイ映画みたいな。そうそう、ほんであの武漢がその時あのミヤコリン、あのミヤコリンが武漢をやってくれてるけど、先に黒子の格好で黒子でバーンと開けてくれんねんけど、蓋の重さが平台ぐらいあんねん。だからうちがこう持って出てきてほしいから、うん、こう開けられへんってなって、うん、ほんであのその武漢の宮古人がね、黒子の格好をして、うん、うちとせーのでドンって開けてくれはんねんけど、うん、っていうことはそこの舞台の真ん中ら辺にあるところまで宮古人もコースで行かなあかんわけさ、2人で行かなあかんわけ、ね、ほんなん結構時間がなくて、先に行った後にうちがそのわさわさする衣装でこうやって行って、うん、2人ともずっとこもってる時にちっちゃい箱の中でもうすでに体力だいぶ使ってるみたいね。ほんでバーンって開いたら、それで、うん、で顔芝居せなあかんしな、で顔も白塗りやってさ、あうわもうバカ殿的な名義、はい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 、それはなんかフェイスブックで見たわ。いやほんでからの次があの生ハゲチックな赤鬼の役やって、うん、ほんでそれももっとあのうわーってあの鬼の衣装をやってんけど、白塗りからちょっとメイクをもうちょっと派手にしてほしいって言われて、うん、ほんであの小牧ちゃんがあのウェンディと一緒にね、あの重ねでやってる、うん、あの小牧ちゃんと相談して、ほな上に乗せていこうと言うので、白の上にうわ口が下げてわーっていうので、ほんでそれでやった後にばあちゃんで出てこなかったんで、その2人の子供のおばあちゃんになって、ほんならもうさすがにそれ全通りしてせなあかんと、赤も白も全部だからアイホールの楽屋を行ったり来たりして、だからもう途中でね、通路で一つずつ抜けていくねん、あこう抜けて、ほんであの水場に行ってブワーって洗うねんけど、たまに水しか出えへん時があって、下が止まってたりとか、いろんなハプニングがあってさ、水が出えへんとかお湯が出えへんとかっていうのもあり、ほんであの結構バタバタの中で、うわそれあのその赤鬼かからおばあちゃんまでの間は、あちょっと出番の間は時間はあるの、ね、3分ぐらい、ね、4分か、岩崎さん演出やってた岩崎さんは5分あるなって言っててんけど、2人の会話がテンポよくなってきてて、あ結構だんだんこう尺が短くなってきたりとかしてて、でもしうちが出んかったらつないでなっていうので言うてったんやけど、
デトチリはなく、でも結構ね、だって着替えもメイクもせなあかんってことでしょ。そうそう、ほんでいろんなとこから飛び出さなあかんっていうので、最も嫌なパターンやな。ほんで嫌なパターン、役者として役者として、ね、役者としてはもう最も嫌なパターン、嫌だなって感じ。大体その芝居に集中できないのよ、やっぱり早替えとかっていうのはさ、集中はせなあかんねんけど、うん、そのもうバタバタでわっちゃわっちゃしていって、もうハハいたらバーンってなあかんからさ、結構しんどいよね。いやあれはすごいすごい偉い偉いこっちゃな現場やったけど、子供がねすごく喜んでくれて、うん、それはいいよね。ほんで謎かけをしていくっていうのの時に、うん、ドリフみたいに子供がさっき言ってくれたりとかしたりとかすごいだいぶ喜んでくれてたりとかしてて、で大人の人も結構喜んでくれなかったりとかしてた。これはいいよね。いやーなかなか大変。いや演劇やってる役者やってる若手とかは早替えが憧れですみたいなこと言う人いるよ。うそあーそういる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 、早替えしたいですねとか、なんか俺何度も聞いたことある。うざい。やいやいやいやそれはないわ。ないわ。あ、そう。俺ほんまに聞いたことあるんだけどな。いやいやいや、俺が言ってるんじゃないで。わかるわかる。聞いたことあるっていうのがちょっと信じられない。そう、聞いたことあるよ。たけさん聞いたことある？あるあるある。ある？そうそう。いるよそういう人。早替えとかなんかあるし。なんかほら、テンパれるやん。いや、その早替えはさ、なんかすごいメインな人が、例えば浜崎あゆみがコンサートで8回衣装替えするとかさ、うん、そういう感じじゃないの、うん、そのちょっとなんてモブ的な感じで町人やったり着られたり、なんか今回の外番の芝居はそういうのがすごかったのよ、うん、だからその若手っていうかまだ新人ちゃんとかは、うんうん、もう一人何役もやって着られたら入っても次の町人の役なんてまた出てきてわー喋ってって言ってまたって、いやいや、それはいいや。でももうあなたたちはもうあれでしょ、ちょっとちゃんと役がついてモブ的なところじゃないじゃない。なくても早替えはあんまりしたないな誰お前そうなんで、なん、いや、ね、それはあれちゃいますか、初期衝動をお忘れになってるじゃないですか。何よ初期衝動って。あのボブをやってた時期を思い出しなさいよ。思い出して、覚えてるから嫌なんやんか。もうあんなもん、だからボブの時は嫌やったよ。ああ、だからボブはそうやろ。ボブじゃない、何やろうやつやつやろ。ボブをやった上でやね。はいはいはい。そんなんじゃなくてメインにやったらまだしもみたいなことを思ってた時期を思い出してみなさいな。今はあれでしょ、そんなモブとかやらへんのでしょ、そんな体力もつかへんし、そうやろ、走らねえ、走らねえ、もうなんかな、ちょっと早替えもちょっと綺麗な衣装いっぱい着れるみたいな感覚ですか。そうですよ、どあるぞ、んないや、でも、いや、そらやれと言われれば、ちゃんとね、お客さん喜んでもらえる、ちゃんとやりますね、うん、やりますけども、そんなやりたない。いやいや、待って、ちょっと語弊がある、もうちょっと言ってあんたらがさからやりたくない、やりたくないとは言ってない。そういうことをね、求められたらうちらはやりますよ、ね、やるよ、もちろん求められることはやりますよ。やるけど、ブーブーは言う。じゃあやりたくない、やりたくない。いや、うちはブーブーは言いません、うちはブーブーは言いません。いや、この間のがしんどいとは言うてないですよ。ちょっと、もう一回ちょっと初めから見直したいぐらいの。いやいや、ごめん、いや、大変やったけども、そら、ね、一人の役と、わーって早替えがいっぱいあってっていうのと、どっちか迷ってんねんと言われれば、そらこっちの一本でね、楽を取りたい。楽うい、お楽取りたい。楽言っちゃうな、言っちゃうか、言っちゃうか。でも俺ね、歌のお兄さんやってるんですよ。やってありますね。やってるじゃないですか。で、今ちょうど本番も昨日おとといやってたんですけど、うん、あ、すみません、これ美味しいんですよ。これめっちゃ美味しいね。もう食べて、うん、食べて、うん、食べて、うん、しゃべらねえよ。いや、ほんで、僕エースもやってるんで、でえっ、エースもやってるんの、知らんかった。もう7年目ですけど、えっ、エースもやってるんですよ。
で絶対演出家やもんね。演出家だから出てないですけど、出してはないですけど、うん、そのコンサートの構成演出はやってるんですよ、うん、そんなんできるんや。できないですけど、まあやってるんですよ、うん、でもやってたら立派でしょ。そう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 、うん、でもあの絶対早が入れるから僕は入れんねやん。だから歌のお兄さんとかお姉さんとか華やかな感じの時をどう思ったか、さっきあゆの話をしたけど、うん、衣装替えはやっぱり子供たち飽きひんようにせなあかんから、あワンステージで3回4回5回1回7回やったことがあるんですけど、1時間で、まあ、あれはさすがにやらんでよかったなと思うねんけど、うん、あやがいはだからそういうのは、うん、するときはしますよ。やっぱりあゆのようにあゆのようにそれも結局お客まあそれもお客さんが喜んでくれるから、そ う, そ う, そ う, うちもそうやねんって喜んでくれるから、もうええわ早買いの話飽きたわ。なんかこのまま終わったらなんかすごい語弊があるみたいな感じになるから、要はもうお前らは早買いが嫌いだってことやろ。もうええわ、芝居での早買いは嫌い。えコンサートとかやって早買いしたい、みっちゃん。何の違いなんそれ。ちょっと待って、うん、それはもうあれやるか、こん、ね、何どっちがあるの。あのね、コンサート役者だから歌手、福山春郎としては歌手じゃないけど、ね、え、何歌手コンサートって言ったやん。歌のお兄さんとかね、コンサートみたいなやってるわけよ。あのファミリーコンサートみたいな。歌手じゃないよ。コンサートって言ってる。先からあゆあゆ言うてるし、あゆに対抗してるんですよ。あゆみたいな、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 もうええわ。だからコンサートとかはだから歌い手としてやったらいいと。歌い手っていうかそのショーはあの衣装替えとかした方がいいと思うんですよ。あ、ショーね、ショーは。でもお芝居はただ単純に時間の経過とか、うん、あとなんかいろんな役をせなあかんとかいうのは、うん、ちょっとどうかなと思うわけ。どうかなじゃないけどしんどいなみたいな、うんどうかなじゃないよね。しんどいな、しんどいな。演出効果ありきで考えたらどうかな。演出効果でやったショーは衣装替えっていうのは、うん、まあまあ、 あの効果があるわけよ。やっぱお客さんと、うん、子供ちゃんも絶対喜ぶよ。そこでそうそうそう効果の話をしだしたら、うん、まるで演劇には効果がないかのような言い方になる、うん、あんまり関係ないじゃんもうああ言っちゃった。だってほら演劇とかほら裸一貫でこうね、身一つでほらやる表現方法じゃないですか。はぁ、はぁ、はぁ、嘘です、嘘です、すいません。衣装はでも大事ですよ、本当に。もう今日はもう全体的にディスってるよね、この寝返りテレビがもうだからこう、素で喋ったらもうやばいとこ行くからもうドキドキする。この前東京行ってきて。ああはいはい。そうそうそう。スルッと いいがね。この前東京行ってきてね、その洪水の時に東京行って。すごいじゃないですか。大変ですよ。めっちゃ大変で。東京がやっぱ大変だった。大変だった。もうなんかね、うん、なんか近くの目黒に中目黒に行ったんですけど、うん、中目黒に通ってる川は何川か忘れたけど、うん、それがもう普段はもうせせらぎみたいな川なの、すごいけどすごい深いところにせせらいでんねんけど、うん、それが結構上がってきたやん。上がってきて溢れんばかりになってきて、マジで、それであのもしかしたら溢れるかもしれませんので皆さん気をつけてくださいみたいなのが来たの、あの町内放送みたいな、中目黒に町内っていう言い方もおかしいかもしれんけど、そうそう、そんな状態でしたよ。でもどうしていいか分からへんやん。そうやろ、ね、見知らない時でどうやって避難というのはどっか行くってことね、なんかあるんやろうけど、まあ、結局ずっと俺は現場におったんやけど、結局大変でしたよ、本当に。そう、いや、あの被害はそれはもう尋常じゃないでしょう、ね、そうそう。で僕一番初めに行った日がその洪水の時やったから、あの2日後ぐらいにその顔を冷静に見たらすごいせせらいでるのを見て、うん、知ってる人は見たことあるわ。すげえ恐ろしいことになってたんやって思ったね。でそのあふれんばかりのも見たの。見た。あだからそこを渡ってこうガラ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 、うわ怖い怖い怖い、着いたらびしょびしょで着替えて、で番宣大変は、じゃあ渋谷まで買いに行くわって思ったらもうずぶぬれで帰ってきて、たかが番宣一個のことでさ、で、あの2日分ぐらいの服装持っててたのが全部パーンみたいな。うわぁ、うまぁ、で、3日間ぐらいいたんですけどね、展覧会させてもらって、で、最後の朝に、震度4。ああ、地震もあったよね。震度5から震度4。地震はすごく多いね。びっくりした、ドーンって言って、カプセルホテル泊まってたからさ。
カプセルホテルこれくらいのところでドーンってあってさ、あとブー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 っていうのが、そんなにすんげえ長くて、あ、そうなの、なんかね混ぜられてる気分なんだろうこれ。ね、みんなさ東京の人って慣れてるからさ、わーとか言わへんねん、よう言うよね、慣れてるって、慣れてあるからさ、みんなも多分同じ状態でブーってなってる、ほんまにそれがずいぶん続いたのよ、え、もうわーとかキャーとか、えー、うそー、続いてブーってなって収まってみんな騒ぎ出すんかなおーって聞いてたらシーンとしてた、すごい冷静やわ、すごい慣れたはる、慣れたかねんな、うん、大阪のカプセルホテルやったら大変やな、大変やったら、うん、おっさんが大騒ぎうわなんか痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ドアキー、ドアキー、それ大阪って、ドアキー、甘やろ、甘のカメラ大阪って甘までディズルか、もう一回風呂入っていけ今やったらタダで寝れるんちゃうか、荷物ブース、財布財布とか、そう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 、甘やろ、牛乳くれ牛乳くれ、ほまけほまけ、牛乳ってなんだろう落ち着くために牛乳のせいで落ち着くっていうやんか、そうやな、え、お湯言いますよ、もう俺は知らんわ、ホットミルクか、ホットミルク、ホットミルク、牛乳チンしてくれや、姉ちゃんチンしてくれや、落ち着きたいにチンしてくれやそんなやつおるかね、おるな、おるな、大阪やったらかわいいわ、いや東京はね本当に、まあ、みんな慣れてはるわ、そんなに多いんだねやっぱり、多い、だってさ震度4ってそこそこでかいよ、震度4強だったんだけど、で震度5弱が多摩の方になったんです、あそこそこでかいのに、強かった強かったって周りの人も言うんやけど、東京の人も言うんやけど、でも冷静、予定なんかで終わったの、うん、それで終わって帰ってきて、そうですね、仕事ないからどうしようかなっていう、ね、いつも言ってるよねこれ、なんかなんやかんやでね、あの忙しい、まあ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 、あるちゃんありますけどね、そう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 、いやそんな先生方たちもお忙しい、そうやらしいやらしい、まああるでしょ、今から今後の予定とか言ったりするんでしょ、そりゃそうじゃないですか、言え、そのための今回はこのテレビじゃないですか、ああそう、ああそう、そうですよ、そんなことないですよ、言ってないやん、いつもないでしょ、そうですよ、今日は言えるで、まあ、あのでもこれでバイとか言うたらやってる人に怒られるそうやから一応言うた方がいいんだけど、いやでもさこれあのアーカイブで残るから、うん、結局日にちがずれちゃうからオンタイムじゃないからさ、まあけどナウで見てる人もいるからそれはいいじゃないの、あ、うん、なんかコメントとかはあの来てないんですか、大丈夫ですか、来てないです、かましてません、大丈夫、7名の方が見てはる、はい、ありがとうございます、斜めの方が見てるだけで無言で無言で見てるっていう、静かに見てる感じ、まあ、つけてるだけで見てないと、そうですね、声だけ聞いてるパターンもありますしね、うん、でもこれあのコメントの仕方が分かれへんって前言われたこと、なんか質問したりした方がいいんじゃないみたいな、質問、うん、なんか、なんこれを見てる人に、そう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 、お名前は、いやいやいや、そんな個人とかいい、いや最近見たなんか映画はとかさ、なんかそういうそのふんわりしたもの、いやっていうかうちそもそもそのコメントの仕方が分かれへんって言われた、ああやり方、そう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 、あもうけどそれに関しては勉強しろよとしか言いようがないよ、ほら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 そのユーストにコメント書くやつとかは、うん、そうかね、絶対あるんだ、えでユーストにコメント書く仕方はさ、ちなみに2人知ってんの、なんかユーストに入ってログインしたらコメントできる、ツイッターであんたつぶやいてますよ、うち、うん、あそうなの、俺やり方知らんわ、どういうこと、だから誰かの見てても全然、まあ俊郎さんはほんま自分にしか興味がないそう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 、だいたい見ないからね俺ユーストとかもさ、っていうかほんまアナログよね、アナログなのよ、そうアナログなの、人に指差し出さんな、すいません
もうだってさ、LINE のスタンプひどいよ。なんでよ。何？めっちゃ初期のさ、もうなんか初期の無料でもらえるスタンプのなんか白いやつがこうやってるやつとか、白いやつがこうやってるやつ、白いやつとか熊のやつやろ。ひどい時さ、それ連発するよね。もうええでもそれっていう。もうええでそれ、もうそれは来たで。了解っていう。なんか一周回ってそれ流行り出してんのとかなんかいろいろ考えるわ。ほんまそうそうそう。春郎さんそう。ちょっと待って、みんな。買ってんの？スタンプ。買ってる。あ、俺買ってる。無料であるやん。無料でだからこれとかあのめっちゃ前やあれ。今も無料あるの？あるよ。あのなんかキャンペーンとかでね。あるある。どこで調べたらいいの？どこで調べたら理由してんでも興味ないやん。あれ俺スヌーピーのポッキー。なやねスヌーピーの無料スタンプは取り。今スヌーピーのポッキーの話せなあかんか？スヌーピーどうでもよ。イラッとしたわなんか。なんだ。なやスヌーピーのポッキー。なやスヌーピーのポッキーって。全部どうせスヌーピーのポッキーで向こうでこうやってるやん。いやいやスヌーピーは了解みたいな。なんかこういうとこあって、そうスタンプショップみたいなのがあってなんかいろいろあんねん。みんなやってんだ。やってるやつすごいね。俺そんなのやってんの毎回あの白いやつがこうやってんのね。なんかほんまになんか1週間2週回って流行ってるみたいな感じになってるよ。だからでもあれずっとやり続けてるんでしょ。あれそうやずっとあれしかないもんだ。なんか伝統芸能みたいになってきてるよね。そうだそうそうそう。もうね LINE 初期の無料でもらえるスタンプをずっと使ってるって。だってそれしかないんだもん。だってないことないんだ。ない取りんやん。取ったらええんでしょ。だから俺が取ってないんだけど、あとこういうやつよく使える。俺キラキラ全部それ一緒やねん。一緒の白いやつやん。白いやつがキラキラキラしてるやつ。あれもね、あれもね、あれ使う人はね、やらしい。どういうことよ。なんか、こうてるやつやろ。こうこびてるやつ。こびてるやつやろ。そうや。ありがとうや、ありがとうや。ありがとう。でもそのありがとうと了解しか使ってへんよ。そうやな。で昔のやつはさ、俺が持ってるようなやつはさ、ありがとうとかないのよ。気の利いたのセリフが入ってるやつがないね。だからもうこれとこれしかも使われへんねん、うん、あとごめんみたいな。ごめんもないな。めっちゃあるわ。もうごめんをスタンプで返す人はごめんと思ってないよね。なんかなんかあれや、ね、後ろ向きでなんか文句言われて、うん、みたいなノリじゃないとスタンプでごめんは送れないよね。あそうかね。まあそうだね。スタンプのみはあんまり誠意が感じられない、ね、感じられない、ね、なんかすごい重要な件で本当にスタンプで謝られたら、まあ、多分普通に怒っちゃうだろう。そうだね。それは良くない。それは良くないよ、うん、まだね、うん、けどそれ考えてみたら、うん、そう考えるとありがとうのスタンプも、うん、実はあの後ろ向きで、ね、ありがとうっていうノリだよね。実はね、そういうことだよね。まあ、同じで考えて言葉で映ってるんだね。なんか来たよ。なんか来た？あ、ちょっと。あ、買ったことないの。え、読めんの？え、全然見えない。全然読めんよ。遠いから。ライドスタンプ買ったことないそうですね。これは。誰ですか？これはね、多分ツイッターで発売してくれてますね。あ、ライドスタンプ買ったことない。ロビンソンさん？いや、ロビンソンさんじゃないと思う。あ、嬉しい。新しい投稿ありがとうございます。え、買ったことない？え？いや俺も買ったことないですよ。いや、うちも買ったことはないんですよ。あ、そうなんや。うちも買ったことない。でもさっきやなんか新しいランク。いや、あれ全部無料やねんって。無料やねん。なんで、もう、ええ加減の白いのちょっと。そうや、卒業式やねん。もしくは、もうあれでずっと行くかやね。白いのと、そうや、俺もそこ。そのことね。白いのと熊とあと黄色い髪の男の子。それ、うん、ああ、全部一緒やん。あの、大塚くんみたいなやつ。全部一緒のやつやん。それぞれ。もうあれ LINE 初めてやりだした時。そう初めてね。やりだした時、大塚くんがいるってずっと思ってたよ、うん、俺。大塚くん元気してんの。あ、元気してんだよ。今度あの末光くんのやつに出るんちゃうか。あ、出る。ロビンソンさんでしたね。あ、ロビンソンだよ。ロビンソンだから何て書いてくれたんですか。 LINE をね、買ったことない。あ、多分買ったことない。一緒。そうなんや。一緒。いや、無料でも結構いっぱいある。ある？で、期限切れたりするやん。だから期限切れるけど新しいのもどんどん出てくるから、どんどん、そうそう、その化石みたいにあのスタンプばっかり使ってへんねん。
羽織ってるぐらい手を叩き出したんだよ。こっちから聞こえてきたんだよ、こっちから。あれあれからが飛んでんだよ、あの小さな耳の前にあるやつから。もうあの人の耳、鼓膜のこと考えたりじゃない。なんかか、あ、あ、そう、あ、そろそろ、そろそろ、あー、ぼちぼちお時間ありがとうございました。もうなんかもう残念、あんたの LINE のスタンプの話終わんのかいな。またあっちからパチパチって聞こえてきたやんか。なんか全然この寝返りテレビの話ちゃんとじゃあな、聞いてへんまま、また来週ね、次回もあるわけですよね、うん、はい、次回はあの、うん、また戻ってあのプラセボに行って、アドリブというか、まあ、エチュード、エチュード、うん、エチュード一緒やん、分かれへんやん。何が今と分かれへんけど、まあまあ、でもそれもひっくるめてね。ほんでまあお客さんからコメントをいただいたら、それもちゃんと会話に組み込んでお話しさせてもらうという参加型のあのユースト番組っていうのでございます。はい、お願いします。なんか相変わらずグダグダやな。最後はじゃあ春郎先輩に締めて、うん、ぜひね、ぜひね、もうビシッとビシッと決めていただきたいね。はい、じゃ あ今回の寝返りテレビこれで終了しますけど、また次回ね見ていただきたいと思います。次回は放送はちょっとわからないです。なんでやねんもう。多分すぐツイッターとかでお知らせする、今日とかするんじゃないかなと思いますけど、ぜひ、今はちょっとぜひ3人のツイッターでですね、今はもう忘れました。あ、これけどもしかしたら変わるかもしれないからさ、そうか、うん、ぜひあの3人のツイッターどっかでチェックしていただいたら、はい、はいはい、おのおのね頑張ってるんで、はい。あ、そんな情報言ってないじゃん。うん、まあそうだけど。あのぜひあの個人ツイッターを見てください。情報をまだ発信。あげてねえな。あの最近だってブログもやってないでしょ。はい、何にも情報発信してない。もうこんな3人でございますが、もう精一杯生きてるんで。いや本当に精一杯は精一杯ですよ。はい、本当に。ぜひあの温かい目で応援していただき、応援してください。お願いします。はい、お願いします。じゃあもう次回は。いつか、はい、10月5日、10月の5日、5日に、サムネ、どっかに、どっかの、あ、でも月曜の夜ですよね。あ、そうですね、月曜のプラセボが休みの日なんで、うん、月曜の夜どっかでやってます、うん、はい、はい、ぜひあの3人のツイッターチェックしてみてください。はい、お願いします。では、うちが締めてるやんか、もうお前いいやん、真ん中やし、ちょっとなんか真ん中やし、バイバーイ、な、ありがとうございました。